妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。こちらのアカウントはですね、無課金のアカウントです。無課金なんで S ランクの妖怪がたったの2匹しかいない。今回はですね、この無課金のアカウントを使ってイカカマネギ長をやっつけていきたいなと思います。で、まあでもね、無課金とは言ってもそのままやっつけたらつまんないんで、今回はちょっと縛りを入れたいなと思います。まず無課金でしょ。2番目、レベル40以下、アゲアゲハマはレベル40もないけどね、レベル24ですけど。あと3つ目、技レベルはみんな1ですね。ちょっと確認していきましょうか。フユニャンがレベル1、ナマハゲレベル1でしょ。あとブシニャン、アゲアゲハじゃなくてトドロキジシカで、アゲアゲハに関してはレベル1って書いてあるんで見なくて大丈夫だと思いますけど、このメンバーでイカカモネ議長をねやっつけたいなと思います。ちなみにですね、最初の頃イカカモネ議長と戦った時は僕ね、課金ありでみんなレベル50マックスだったんですけど、コンティニューなしだと勝てなかったぐらいの状態だったんですけど、あれからね、時間が2ヶ月か3ヶ月ぐらい経ってますかね。どんだけ上手くなったのかっていうのもね、ちょっと見せていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。さあやってくぜ。まず戦い方としてはね、この両手を狙うっていうのがまあ成功法なんだけど、俺はもうそんなの無視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 、もう本体狙っていく、いきなり。あーやめた。なるべくコンボ切らさないような感じでやっていきたいね。最近コンボ切らさない状態で勝てるような感じに上手くなってきたんで。お、技溜まった、フユニャン。しかしレベル1だから結構しょっぱいんだよね、フユニャンの必殺技。672、きっつい。ダメージ1000もいかないのか。でもう少しでヒーバー行くから、これでおっしゃ、来た。アゲアゲハで回復して、ブシニャンの必殺技、これが結構強いから1800ぐらい入るんじゃない。オッケー、これで倒せるでしょう多分。まだコンボ切れてない。どうだ、ダメか。結構しぶといね、全然残ってる。余裕で倒せると思ったら全然倒せなかった。やばいやばい、コンボ切れる、コンボ切れる。うわー、やっちゃった、コンボ切れた。残念ながらコンボ切れちゃったね。よし、倒した。まず最初のイカカモネ、凶悪な妖怪を倒すとはさすがでウィス。おや、なんか様子がおかしいでウィス。まだまだ終わってないでウィス。しゃ、こいつはね、ちょっと戦いにコツがいるんだよね。トドキ自身使っちゃおっか。で、ちょっと冬にあのワンパンを食らわして、あー、もう少しでヒーバー来ちゃうね。弱点を出した状態でフィーバーね。あー、ダメだった、もうダメだこれ。ダメージ入らないんだよね、この状態でいくら攻撃しても。あー、なかなかこのね、喋りながらやるといつもよりも下手くそになっちゃうね。さあ弱点出して回復、弱点出しなさい。おし、来た。ここで必殺技、これでようやくダメージ入る。で、もう一発。いやー、レジェンド妖怪ブシニャンさすがだね。2000も入るんだ。わー、見えない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 。あー、もうこれだ、ダメだ、もうダメージ、まだ入るか、ダメージ。オッケーオッケー。そろそろ弱点のあそこの部分閉じちゃうと思うから、もうダメージ入らなくなってきたから、またあのね、鼻毛みたいなやつを狙ってぶち壊していくしかない。弱点開けろお前。もう少しヒーバータイム。よし、じゃあさっきと同じようにヒーバータイムであいつの弱点を露出させて、でヒーバータイムが終わったらね、多分弱点があの露出してくるんで、その時に必殺技ガンガンぶち込んでいこう。これでいけるでしょう。どうだ、弱点。よし、いった。あともう一発。
オッケー、決まったー。スコア55万か。いやでもね、上手くなったもんだね。上手くなったもんだ。うん。さて僕ね、ちょっと考えてることがあって、まだ無限地獄の地獄王三将まだやっつけてないんですけど、この状態でねちょっと挑んでみようかなと思う。この技レベルも1でレベルも50いってない状態の状態でね、すぐにやっていきたいなと思います。でお金が結構溜まってきてる、19,000で、ミッションもやってきて、これ全くお金とか受け取っていないから、これ多分全部受け取ったらね、3万ぐらいいくんじゃないかなと思うから、もしかしたら10連できるかもしんないですね。ちょっと次回の動画で、妖怪ガシャ。なんか、S ランクの妖怪と必殺の秘伝書が3倍の確率。あ、ごめん。必殺の秘伝書が3倍なんだね。うん。ちょっと見ていこうか。特殊能力を持つ妖怪とイベント限定アイテムが出現しやすいか。なるほど。必殺の秘伝書が3倍なんだね。そうかそうかそうか。あ、ジバニャン S とか闇キュービー。闇キュービーも来るんだね。ダメージ2倍プラス仲間確率アップ。闇キュービーが？ちょっとよくわかんない。これよくわかんないな。まあいいです。次回ちょっと妖怪ガシャを回していきたいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。